川のほとりで淡い光を灯しているのは源氏ボタルです。出水市下大川内地区の川では辺りが暗くなる午後7時半ごろ、ホタルが飛び交い静かに川辺を照らします。近くに飛んできて本当に癒されますねもう毎年毎年見ていますけれども、今年のやつは特にあの光が大きくてですね、綺麗に見えますよ。今年は例年より2週間ほど早く姿を見せたホタル。下大川内地区では今月中旬まで幻想的な光景を楽しむことができそうです。撮影は出水市の MBC ふるさと特派員赤木美一さんでした。